僕の話を聞いてください。雪がしんしんと降り積もる小学校の廊下の窓から、こんにちは。すごい雪だな。あ、校長先生、あれ、ん？鳥小屋へ行く道が雪で埋もれています。取る、じゃんけんで負けた方が雪かきするってのはどうだ？あ、いいですね。じゃんけんポン。わー、それで鳥小屋まで雪かきして餌あげてきた。なんかその話、おかしいな。じゃんけんで掛け事で決めるんでなくて、最初から雪かきしてくればよかったんでないのか？掛け事は良くなかったですって校長先生に言っておいて。え、また？校長先生のこと好きなんだけどな。あいだ、お茶飲んでら。わあ、見つかった。どうした？あ、いや、あのな、さっきはじゃんけんで掛け事で雪かき決めなければよかったなと思ってたんだよ。今度は校長先生と一緒にやろうな。あれ、なんか解決した。